ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧シクイジ人、映画、ハリー・ポッターと死の秘宝パート1において、ボルデモートとシクイジ人の本拠地となるマルフォイの館のモデルとなったダービーシャーのハードウィックホール。劇中の映像では、屋根の形状が異なっている。シクイジ人は、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズ及び、その派製作品に登場する架空の集団である。 映画版の日本語吹き替え翻訳では、英語のデスイーターが用いられる。ボルデモートの思想に賛同し、忠誠を誓った闇の魔法使いや、魔女の中でも特に重要な人物を指す。フェンリール・グレーバックのように、ボルデモートの配下であるが、四匹人とはされない者も,もいる。政財界に深く入り込んで権力を持つ者も,も存在する。純潔主義を標榜し、メンバーの多くは純潔かつ、 ホグアーツ魔法魔術学校のスリザリン寮出身である。1930年代に発表された純血一族一覧で間違いなく純血の血筋と認定された聖28一族出身の者も,も多い。ただし作者のローリングによればマグル生まれのメンバーも少数ながらいる模様でボルデモートも純血ではない。基本的に黒のローブを身にまとい戦闘時にはフードや仮面を装着する。 魔法使い以外の種族にも勢力を拡大しており、巨人や狼人間も味方しているほか、物語終盤ではアズカ版に勤務していた旧婚期全員が合流する。ボルデモートが最も台頭した時代には、不死鳥の騎士団側の20倍の勢力を有し、反対勢力を多く殺害、弾圧し民衆を恐怖に陥れた。闇の魔術に精通していることから、 総じて戦闘に引いてており、主要メンバーは、不死鳥の騎士団や、魔法省の闇払いといった優秀な魔法使いとも、互角に渡り合う実力を持つ。差別的な純潔主義者が中心で、ボルデモートの権力、実力に惹かれて集まり、絶対の忠誠を誓っているが、中には、恐怖から従うものや、服従の呪文によって従わされているものも多い。ボルデモートが、 ハリー・ポッターの殺害に失敗してからは、一部の者は、服従の呪文や脅しにより無理やり従わされたと、訴え、ボルデモートに、忠実な者は、騎士団員や闇払いによって預か番に投獄、あるいは殺害され、実質的に組織は解体された。第四巻、炎のゴブレットにおいて、クイディッチワールドカップのキャンプ村に焼き討ちを行い、活動を再開する。同巻で、 ボルデモートが復活した際には、ルシウス・マルフォイなど多くのメンバーが再集結する。第5巻、不死鳥の騎士団では、ボルデモートが自分の軍団を再構築しようと、アズカバンで集団脱獄事件を起こしベラトリックスレストレンジを脱獄させる。神秘部の戦いでは、不死鳥の騎士団に敗北し、幾人かの宿居人が捕まるが、ベラトリックスは、ボルデモートと共に逃亡に成功する。 第6巻、謎のプリンスでは、ホグワーツのアルバス・ダンブルドア校長、魔法大臣、ルーファス・スクリム・ジョールの殺害にも成功し、ホグワーツや魔法省までも掌握する。第7巻、死の秘宝では総力を挙げて、ホグワーツに攻め込み、ハリーを守ろうとするホグワーツ防衛隊と激戦を繰り広げる。防衛隊側の半数を死傷させるが、最終的に主要メンバーのほとんどが敗北し、 シクンボルデモートもハリーポッターとの戦いの中で死亡したことで完全に壊滅する。シクイ人の印。マークは口から蛇が出ているされ神戸。シクイ人は反対勢力に対する破壊活動を行う際、モースも踊ると呪文を唱え、その場の上空に闇の印を打ち上げる。この印はシクイ人しか作り方を知らず、民衆の恐怖の象徴とされる。 四匹人は全員、左の前腕に闇の印を刻まれている。ボルデモートが一人の印に触れると全員の印が黒く変色して熱くなる。これがボルデモートによる召集の合図である。印は消すことができず、また印の変色、発熱は痛みを伴わないが、直接ボルデモートによって印に触れられた場合は激しい苦痛が伴う。なお、 ハーマイオニー・グレンジャーは、この方法にヒントを得て、ダンブルドア軍団の集合時間を知らせる方法を、編み出す。ボルデモートの死より19年後以降、および、逆転時計の効果で改変された世界を舞台とする、ハリー・ポッターと呪いの子に登場する、祝匹人関連の人物、ありがとうございます。